ジョナカン、ソラーノ・プレシアードは、コロンビア・バランキージャ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。弟のドノバンもプロ野球選手。2005年、隣国ベネズエラで、MLB のトライアウトが行われることを知ると、ヒッチハイクで国境を越えて、参加、合格して、ワシントン・ナショナルズに入団した。2006年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズでプレーした。 この年は37試合に出場して打率25611打点33アンダを記録した2007年は A 級ヘイガーズタウンサンズでプレーしたこの年は83試合に出場して打率2 4 8三本塁打28打点74アンダを記録した2008年はまず A 級ヘイガーズタウンでプレーした ここでは、16試合に出場して打率、218、1本塁打、5打点、12アンダを記録した。その後、A 級ポトマックナショナルズへ昇格した。ここでは、68試合に出場して打率、258、4本塁打、24打点、58アンダを記録した。2009年は、まず A 級ハリスバーグセネターズでプレーした。ここでは、 26試合に出場して打率、281本塁打、11打点、26アンダを記録した。その後、トリプル A 級シラキュースチーフスへ昇格した。ここでは、63試合に出場して打率、2021本塁打、17打点、37アンダを記録した。2010年は A 級ハリスバーグでプレーした。ここでは、 90試合に出場して打率、252、6本塁打、42打点、80安打を記録した。オフには、ドミニカ共和国のウィンターリーグである、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナに参加し、ヒガンテスデルシバオでプレイした。ここでは、5試合に出場した。2011年は、トリプル A 級シラキュースでプレイした。ここでは、 78試合に出場して打率、275、5本塁打、33打点、70安打を記録した。オフには、前年も参加したリーガでベースボールプロフェッショナルデラ、レプブリカドミニカーナに参加し、ティグレスデルリセーでプレイした。ここでは、36試合に出場して打率、221、1本塁打、12打点、23安打を記録した。 2012年は、まずトリプル A 級シラキュースでプレーした。ここでは、13試合に出場して打率、250に打点、13安打を記録した。5月29日に故障者リストに入ったウィルソン・ラモスに代わって、メジャーへ初昇格し、8日前にメジャーデビューしたばかりの弟ドノバンが所属するマイアミ・マーリンズ戦でメジャーデビューを果たし、 メジャー初安打も記録した。6月12日のトロントブルージェイズ戦でメジャー初本塁打を記録した。左腹借金を痛め、7月17日に故障者リスト入りした。ルーキー級、ガルフコーストで2試合に出場した後、A 級ハリスバーグで11試合に出場して打率。195、1本塁打、7打点、8安打を記録したが、 メジャーに再度復帰することはないままシーズンが終了した。オフの11月には、第3回 WBC 予選のコロンビア代表に選出された。11月下旬からは、前年も参加したリーガでベースボールプロフェッショナルデラ、レプブリカドミニカーナのティグレスデルリ製に2年連続で参加した。ここでは、13試合に出場して打率、333、日本塁打。 5打点、12アンダを記録した。2013年は、まずトリプル A 級シラキュースでプレーした。ここでは、40試合に出場して打率、214、10打点、30アンダを記録した。5月16日に、ラモスの故障者リスト入りに伴い、メジャーに昇格した。2014年は、トリプル A 級シラキュースでプレーした。この年は、 93試合に出場して打率、251、10本類打、53打点、86安打を記録した。マイナーで自身最多の本類打を放ったが、メジャーに昇格することはなかった。11月18日に自由契約となった。12月6日にマーリンズとマイナー契約を結んだ。2015年の開幕は40人枠に登録されて、 いたが、参加のトリプル A 級ニューオーリンズ・ゼイファーズで迎えた。その後、ジャロット・サルタラ・マッキアのパタニティリスト入りに伴って4月24日にメジャー昇格した。6月5日にジェフ・マシスの故障者リストからの復帰に伴ってディーフとなり、6月6日にマイナー契約でトリプル A 級ニューオーリンズに移動した。10月5日に自由契約となり、オフは ドミニカ共和国のウィンターリーグでプレーした。12月29日にナショナルズとマイナー契約を結んだ。2016年はスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、メジャー昇格はなく、トリプル a 級シラキュースチーフスに所属したままシーズンを終えた。2017年もスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、メジャー昇格はなかった。 2018年もスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月7日にミゲルモンテロの育休リスト入りに伴ってメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが右肘を痛めて試合に出場することなく故障者リスト入りした。オフの11月1日に FA となった。2019年7月3日に 独立リーグアメリカンアソシエーションのセントポールセインツと契約。13試合の出場で打率。213を喫し、8月10日に解雇となる。ありがとうございます。